胡椒かけのサーロサーロでできたスマーレツサーロは、ウクライナ料理で供される、豚の脂身の塩漬けである。白豚脂と意訳される。食用油脂のラードと異なり、未生成で食される。ボルシチとバレーヌイクと並んで、ウクライナの代表的な伝統料理である。サーロとは、体内脂肪のことである。サーロという単語は、スラブのサドロに由来している。その後間、 サットはセレット社のと同じで、つまり、サドロというのは、肉についているものという意味になる。時代が流れ、D が抜けて、サロになった。スロバキア語では、今でも、サドロという。ベラルーシとロシアでは、サーラ。ポーランドでは、スーニーナ。南スラブ諸国では、スラニーナと呼ばれている。ビタミン A、E、D と不法は脂肪酸が豊富で、770、870カロリー。 1 0 0ムの熱量を持つ。死亡源として古来より重視された。農家や戦争に出かけるウクライナコサックはいつもサーロを保存食として持参していたという。18世紀初めのヘイチマン国家における中心体のツ日分の糧食にはサーロの割合が30.8%を占めており、ウクライナの食文化におけるサーロの重要度を物語っている。 それに対し、同時代のポーランド兵士の1日分の糧食には、サーロは0.6%、肉は0.005%だけであり、ロシア兵士の場合は、サーロがなく、1日分の糧食の13.21%が、肉で占められた。ウクライナ人のサーロへのこだわりは、東欧諸国においてしばしば笑いのネタにされており、ウクライナ人をサーログイと呼ぶこともある。 ウクライナ人の食生活では、以前は、サーロは、パンと並ぶ主食の一つであったが、生活様式の変化と、現代の人々の間に広まった低カロリー思考から、前菜的な役割のみ担うようになった。なお、東欧の伝統医学におけるサーロは、捻材や切り傷の際に、痛み止め薬として有効と考えられていた。現在、サーロは、ウクライナ料理の他に、 東欧諸国の料理にも用いられている。サーロは、生、塩漬け、スモーク、茹でて、煮込んで、焼いて、食べる。そのまま食べる場合は、スライスして、黒パン、ウォッカ、塩、生ニンニク、生玉ねぎ、生ネギ、胡椒、辛子などと共に食される。ありがとうございます。